い、ワド2。サツキンさんどうも。今から駅前歩いて散歩します。ファミマあるって言ってたけど見当たんないね。方角が違うのかな。多分ね、線路が走ってるからこっちで合ってると思うんだよね。サキツンか。サキツンね。はいはい。ありがとう。なんだよ、これ歩道ねえじゃねえかよ。怖えな。え、嘘、リアトしてくださいよ。ぜひ。リアトツ1万人の旅やってるんで、1万人リアトツあるまで帰れないんすよ、僕。その後、顔別に映んなくていいんで、ワド、リアトツ来たぞーって。今ね、郡山の駅前行くよ。そう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 、福島っす。あ、ファミマあった。まあ、大丈夫か。はい、ワド2、たくみさん。これを左かな？あー、あったあった、栄えてる方出てきた。駅前向かってるよ、郡山の。合ってる合ってる。合ってるよ。歩いてあと30分って書いてあったから、もうちょいかかるけどね。お腹痛いのね、引いた。駅前なんかやってんのかな。どうすっかな。もう全然全然全然いいっすよ。ヒカルくん寝てるよ。ちょっとヒカルくんの友達なのかな、地元一緒ってことは。ここか。多分ここまっすぐで駅に着くはずなんだよな。Google マップ見よう。合ってるね。うん、ここひたすらまっすぐだ。合ってる合ってる。タル君疲れて寝てるね。友達ではないのか。全然。どこ行けばいいの？噴水の前とかどうすか？ 20 分後に。噴水の前。イケメンじゃないよ。全然。おっさんだよ。バスキアって何？バスキアって何だろう。深夜配信に切り替えな。おお、カズいらっしゃい。もう、ただ、夕方まで寝てたから、眠くねえんだよ。あ、車なの？じゃあさ、噴水の前にさ、裏か。
駅前の噴水の裏に車止められるところあるっしょ。そこは、一声かけてくれると嬉しいっす。もう目の前だから駅。あと15分ぐらい。ロータリーっていうの？郡山なんか店あるかな？そうだね、3時ぐらいには着く。3時には着くね。郡山、T シャツに1枚カーディガンみたいなのを羽織ってるけど、まあ、それでちょっと、若干寒いぐらいかな。若干寒いぐらい。移動してるとね、他の東京の気温とかはわかんないから。ていうかずーっと同じ寒さって感じなんだよな。ゆっくり北に行ってるから。ずーっと桜満開だし。東京家出た時からね、どこ行っても北上してるから、桜前線追っかけてるから。どこの地域行っても桜が綺麗だよって言われるの。知ってる？とか思って。俺もこの10日間ずっと桜満開見てると思って。寝る間際、ああ、そうなんですか、ファントムさん。まだもうちょい、郡山いるんで、もしよかったら、タイミング合えばリアドしてください。和道さんがついたり、ああ、オッケーオッケー。駅前タバコ吸ってるわ。おお、カツさん、花火ありがとう。嬉しかったよ。群馬行ったらよろしくね。和道旅団のメンバーだからね。嬉しかったよ。タバコ吸うところあたりにいて、オッケーオッケー。誰もいないだろうね、多分。この時間。まあ、俺だって気づくかな。ちょっと特徴のない感じなんだけど、全身真っ黒で靴が真っ赤で髪型が真っ赤で丸眼鏡かけたいやつがいたら俺だわ。ありきたりな服装でごめんね。全身真っ黒の黒いジーパン、黒い T シャツ、黒いカーディガン、真っ赤なスニーカー、髪の毛が赤、丸メガネ。ちょっとわかりづらいかもしんないけど、駅前にいたら俺だわ、それ。絶対俺しかいないね。こんばんは。任侠ヘルパーさんいらっしゃい。車白。頑張るも何もリアドするだけなのね。見てまーすって。風船ありがとう、レイナさん。いや、この夜中の時間帯にリアドとかすげえよな。よかった。散歩してよかった。散歩しなかったら多分会えなかったもんね。
お、初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローお願いします。ふわっと初見、ビッグレディーさんいらっしゃい。フォローお願いします。ここ福島県。福島県で一番栄えてるね、郡山ってところだね。ツイキャスから？ツイキャスでもそんなやってないけどね、俺。閲覧もそんななかったし。今来たんだけど、今まで何してた？ごめん、尺度がわかんねえわ。今日一日の流れを言えばいいのか、何のことを言えばいいんだろう。今まで何してたって、何の話？ごめん、俺、アスペルガー症候群だから、そういうのわかんねえんだわ。具体的じゃないと答えらんねえわ。今までっていつの話？まあ、びっくりし、全然謝んないで。質問してもいいですか？どうぞ。今さっきまで、ああ、ヒカルくんの家に泊まってた。で、ヒカルくんが寝て雑談やってて、で花火5発上がったら家出るわっつって散歩するわと思って、お、国場さんいらっしゃい。髪型アシンメトリーっすね。ヒカルくんの家から散歩してる感じ。あ、ブロックされたら配信は見れないっすね。ブロックされたら配信すら見れないです。見ることもできない。プロフィールページにも飛べなくなる。ボクシングっていうか、キックボクシングに近いかな。で、ちなみに、俺は格闘家じゃないよ。試合があるから練習してるだけです。そうそう。一週間経てば治るとかそういうのはないね。ニコ生とは違う。今日ヒカルくんの家に泊まるよ。今どの辺だ？もう遅いだね。じゃあ、愛子さんからフォローされたのはツイッターです。ちなみになんだけど、裏技でブロックされてもログアウトしてフワッチを見ることができるの。コメント書くことできないんだけど、ログアウトしたら放送は見れるらしいよ、パソコンから。いや、今旅配信してますよ。再開じゃなくて旅の途中だよ。ロハッコってのはホモとかは四つ目で、あれ俺だよ。ロハコさんとの絡みは俺だよ。俺友達だよ、ロハコさんと。もう古い付き合いだよ。全然元気あるよ。全然あるよ。全然ありますよ。ああ、動物園プレゼントありがとう、シンさん。ありがとう。半月だ。いやいやいや、足止めしてるっていうか、大会の練習で、俺も体鍛えたくて、で、ヒカルくんが一週間くらいいていいっすよって言ってくれたから甘えさせてもらってるだけだよ。別に旅を止めてる感覚はないけど、
俺にとっては今旅の途中だけどね。旅真っただ中だけど。お茶ヶ池ね、心霊スポットで一泊したかんね。ほんと辛かったよ。寒かったしな。試合前一回帰るよ。5月の21が俺の誕生日なんだ。だから、5月の21に東京でオフ会やる。ホームシックはあるね。彼女に会いたいね。ホームシックはあるよ。まあでも望んだことだから俺が。おはよう。ビギンさんおはよう。まあでもおかげでさ、10日間でフォロワー300人増えたから、成功だったね。一皮むけたよ。おー、圭吾いらっしゃい。元気だよ。西新宿は任すだよ、圭吾。圭吾、西新宿任すだよ。お久しぶり。今、福島っすね。すぐとは言わんけど、また心霊スポット待ってほしい。あ、全然いいよ。ただ、新スポは新スポでちゃんと準備して企画やりたいね。場所とか、通報されないところとか、いろいろ考えて。あそこはなんか人の敷地内だっぽいから 通報されちゃうと厄介だかんね。九州はまだまだ先ですね。東京から北海道に、行ってるんで、まだまだ先ですね。カオコうぜえな。うい、駅前着きました。駅前。多分これを左で合ってんだよな。多分ね、郡山の駅ここなんだよ。あれ？ここじゃない？もうちょい先だ。ごめん、もうちょい先だわ。まだだった、ごめん。まだだった。もうでも駅近いよ。車、ありがとう、リコビン。リアトツ、ちゃんと告知して、リアトツ参加、待ちますよ。店、何人予約するとか。まあ、基本的には、参加自由で、この旅のリアドツインも追加させてもらいます。駅から外れると何もないんだな。こっちの方はマンションとかいっぱいあるけど。ヒカルくんは福島じゃないでしょ？宮城の方でしょ？地元は。多分。俺も詳しいことはあんまわかんないけど。こっちは第二のふるさとみたいな感じじゃないの？おー、ワダツー。ちえちゃんワダツー。楽しんでって。今夜の散歩してます。軽くね。1時間ぐらい散歩します。え、でも駅前まで20分で来れんじゃん。バカありがとう。ちえちゃんいつもありがとね。
やっと来れた。忙しかった。忙しかった。髪の色赤くなったよ。アシンメトリーで赤にした。忙しかったんだ。メガネなくてぼやけるけどね。うん。ぼやぼやになる感じ。コメントはギリギリ見れるかな。ありがとう。ヒカルくんのね、専属の美容師さんにやってもらった。すごい上手だよね。隠ししてなくない？デコ出してるけど、めちゃくちゃなこいつ頭悪いな。ハゲ隠すのって前髪を垂らしたりしてハゲてるのに隠そうとするのハゲ隠しって言うんだけど、普通にデコ出してんだけど俺。頭悪いなお前。バカ喋んじゃねえぞ。一番に倒すわけじゃないよ。うん。仙台に行こうと思ってるんで、もし行ったらおすすめの店とか教えてもらっても。いや、Jさん、俺わかんない。地元じゃないから。逆に俺が教えてもらいたいぐらいだもん。うん。刈り上げっていうか、こっち側が坊主なの。こっち側坊主で、こっち側がロングなの。こっち側がロングなの。アシンメトリーなの、完全に。ああ、ありがとう、中ちゃん。そう。真ん中から左右の長さが違う。ちょっと今暗いから見えづらいかもしれないけど。これどうすればいいんだ。仙台行くけど、まあ、見ての通りね、リスナーさんに教えてもらってる感じだよ。まあなんかいい店あったら紹介するかもしんないけど、うん、紹介するっていうか俺の放送見てたらわかるって感じだね。これが仙台の駅前ですね。仙台じゃねえ、郡山だ。郡山駅前に着きました。こんな感じです、駅前は。結構でかいでしょ。うん。こんな感じ。新幹線も通ってるからね。結構でかいよ。タバコ吸おう。緑のドア、緑のドアって何？いや、ちょっと待って、ごめんね。もうちょい待ってコラボ。なんかタイミングが分かんなくてちょっと忙しくて。緑のドアって何？緑のドア？なんだろうそれ。今ロータリーいるんだけど。な、地元じゃん、あなたの。カラオケでも行こうかな。うわ、最悪。
パチンコ屋さんで9000円分入ってるやつ。最悪。うわ、最悪。やっちゃったよ。最悪。9000円入ってんだけど、これ。ごめんね、ナタヌ。最悪なんだけど。パチンコ屋さんで9000円分のやつ。うわ、最悪だ。やっちゃったよ。今日、9000円でかくね？ 9000 円。ねえ。これ明日変えてくれるかな？明日お店行ったら変えてくれるかな？バチや。新しいアイテムありがとう、公園。ありがとうございます。当日しかダメじゃなかったっけ？まあ、店員さんに言ったら多分大丈夫だと思うけど。いや、ごねるよ。警察呼ぶよ。うん。初見さんいらっしゃい、直樹さん。当日だけだけどごねるよ。だそんなんまかり通らないでしょ。だって、これ、これ、じゃあ、遊戯もできないの？交換可能だよね。違法だもんだってそんなの。ごねたら絶対大丈夫だよ。うん。5時でも大丈夫だっけ？遊戯はできるんだったらじゃあ明日やればいいもんね。ありがとう。パチンコだね、これ。福島めちゃめちゃ出たよ。福島めちゃめちゃ出た。こじった金でギャンブルとかグダグダうるせえよ。てめえ俺に金払ったことあんのかよ。1円でも1円でも金払ったことあんの俺に。ねえだろ。グダグダ言うなよ。初コメありがとう、翔くん。遊戯は次の日でも大丈夫なんだ。500円で102,800円になった。前の台で1万円飲まれてたけど。駅周辺商店街があるね。商店街っていうかなんか、駅ビルがあるね。まあ、珍しいんじゃない？配信者が。おいほい、待ってるよ。そこのビルの上層階は観光できる。観光？快活クラブ入ってるやつ？どれだろう？めっちゃ出たよ。後ろの？駅ビルのこと？入れるの？え、あなたのこっから家どれくらいなの？距離的に。分数で言ったらどれくらいなの？車じゃないと。あ、いえ、今は無理か。いや、まあわかるけど。プラネタリウム。20キロ結構あんな。結構あるな。ヒカルくんも会いたがってたよ。前からコラボしたがってたみたい。あ、車で30分ぐらいだよね。なんか前から、エナタウンとコラボしたかったんだって。地元だからって。で、繋がってるからちょうど、うわぁ、繋げて、みたいな。うん。
仙台北斗、いや、もうだからいきなり出て、ずっと出たんだけど、すごい出玉だよ。2400発って書いてあるけど、もっと出る。2590発ぐらい。まあ減るけど、そっから。出玉めちゃめちゃ多い。2500発は出る。余裕で。ありがとうございます、カッツさん。あれは人気出ると思うよ。最初の確変引いても出玉ないんだけど、2回目からはずーっと確変引いたら65%で2500発の。だから4回連チャンしたら、もうそれだけで1万発いくの。すごかった。大変だよね。まあまあ、ゼロではないから、シャクシャクと増えてるから。いや、旅先で。ヒカルくんにお世話になってるし、ヒカルくん負けてたから3万円を、宿代で渡したけどね、お世話になってるから。あと、飯代だし。ずっと泊めてもらってるから。ヒカルくんが紹介してくれた店だし。だから1万円溶かしてヒカルくんに3万円渡して、飯代出したから。まあ、それでもプラス5万ぐらいになってるけど。ありがたいよね。さあ、リア凸でさ、一日100人とか行くわけねえじゃん。そんなに楽だったら俺もいいんだけど。ステッカーはまあまあ売れてますよ。ステッカー、どこ？どこって。噴水の前の方かな。噴水の横の方にいるんだけど。どこにいる？どこって言われちゃった。どこだろう。噴水の前行くわ。駅前にいますよ。ロータリーにいる？どこだろう。ロータリー。周りは駅前だけど、こんな感じ。駅がぼやけてんな。ちょっと待って、サツキン。こんな感じかな。これが郡山駅って言って、くっそでかいね。白い車、あれか。郡山がでも一番でかいよ。俺もっと田舎だと思ってたもん。郡山普通にでかいよ。いや、普通にでかいよ。もっと田舎を想像してた。あれかな？あとカラオケとか。後ろのビルに。そこにビルがある。奥の方行くと商店街みたいになってたけど。人口30万人だ。金払ってるからとか言ってねえだろ、クズが。気持ち悪いんだよ、ふかし。こんばんは。はじめまして。 今何やってたんですか？仕事終わりで。おお、お疲れ様です。そんなのでやってるんだ。そうそうそう。いかつい車乗ってますね。普通。郡山なんかあります？この辺。この辺ですか？この時間だと何もやってないっすよね。カラオケとか。カラオケとか。カラオケ配信しようかな。どうしよう。一人だったんですか？一人ですよ。行く？ダー君来てよ。リア凸。どうなってんの？見る？こんな感じです。へえ。カラオケ行こうだって。カラオケ行く？ダー君来てよ、じゃあ、今から。あ、郡山のことですか？いや、多分、今から行こうかなーって言ってたんで。へえ、終わっ
ってそうそう。ヒカルくん見て長いんすか、もう。いや、和道さんの方が長いと思う。ニコマの時から見てます、ね、マジで。ニコマのどの辺、どの辺知ってんの。なんか記憶にある配信とかなんかあったかな。いや、記憶にないかも。嘘でも1年前ぐらい1年前ぐらい。あ、じゃあ飲み屋やってなかったその頃は。私が、俺店で営業中。あ、なんか働いたことなかったかな。1年ぐらい前何あったっけ。記憶にないな。うん、光くんよりは和田さんの方が似てる。あざっす、あざっす。じゃあリアトツ人数更新させていただきます。ダー君も来んの見ます。映っても大丈夫なの。一瞬、一瞬一瞬だけ。お父者さんでーすリアトツ10分ぐらい。オッケーオッケー、待ってるよ。キャスばっかりっすか最近は見るのは。うん、うん、ニコ生ふわっちゃんあんま見ない。ふわっちも見ますよ。うん、他に誰見るんすか。失敗したニワトリとか言うなお前失敗したニワトリって。どんな失敗したニワトリどういうこと。いや俺の髪型あ、そう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 、うん、1年前は FC2 でチンコ出してた。あ、そういうのいらないそういうのいらない、うん、もう一回だって。はい、うん、そう。何、車何乗ってんの。あれです、クラウン。クラウン、しっぶ、うん、相太郎さんいらっしゃい、かわいいって言ってる、うん、もう一人、さっきター君が来るって言ってたから、ねえ、美人だね。福島の人みんな美人だよね。いや、でも生まれは違うんですよ。え、どこなの。生まれ千葉なんです。どこ、千葉。ちょっと待って、音消すわ。口の動きで分かったなんて言ってた俺、なんて言ってた、うん、のんちゃん発狂のんちゃんも知ってんの。最近あんま見てない。あ、そう、のんさんって人付き合ってるのは最近、うん、あ、知ってる。お付き合いしてる方いたんだみたいなそうそうそう、うん、投げよだってのんちゃん発狂だよ、うん、彼女さんはお家にいるんですか。そう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 、うん、まあ、あの、東京の方に。嘘ついてました、わからないって何。何も嘘ついてないよ、俺。じゃあじゃあじゃあ、地元ど、生まれどこなのって聞いて、特定されないように音消したのよ。なんか誰かからフォロー来た。嘘。ツイッター？誰これ。知らん。誰なの、うん、お、東京先輩いらっしゃい。リアトツが今24に増えて、もう一人いらっしゃるみたいですね。私が、ああ、そういうことか。うん、ふわっちは誰見んの今。誰だっけ。ももくん。ももくん、わかんねえ。知ってる、みんな。ももくんトレーダーやつ。おー、うん、キャスはもうなんかオカマちゃんばっかりですよ。なるほど。そう、FX。FX やるの？いや、やらないです。わかんないです。イケメンだから見てたって感じ。ああ、その、ももくんが、うん。あんまり知らない。喫煙所ない？この辺。近くに。あそこです。あそこ？
行きます。行ってもいい。うん、あんまり配信者知らないんだ。北海道の小月生主さん。でも小月言い始めたらさ、配信者全員小月なんだけど。いやいや、もう一人リアド作るから駅前で待ってるよ。ありがたいね、こんな夜中に。あと10分だけ待ってあげてください。どこだろう、喫煙所。あったあった、北の小月って言われてんだ。俺の定義だと配信者は全員小月なんだけど。開き直る小月って何？なんか金を払ってからそういうこと言ってください。アイテム一回もしたことない人間にそういうこと言われたくないです。僕はあなたから1円もいただいた記憶ありません。ふかっしーには今度コラボするよ。風船プレゼントありがとう。もともと放送を見始めてどれくらいなの？見始めて2年ぐらいですかね。あ、2年ぐらいなんだ。ニコ生から見始めて。ニコ生誰好きだったの？あ、でもユージーさんとかよく見てます、ね、ユージー。ユージーわかんない。あと、ほとかちゃんとか。ほとかね、2年前だった。セアカと付き合ってた頃か。うんうんうん。あの頃面白かったよね、セアカも。今ダメになっちゃう。今ニコ生全く開いてないから。面白い配信者いないもん、今。たまにおっさんの覗いたぐらいで。よっさんもでもふわつきちゃうもんね、今。なんかニコ生って追い出される。あー、一般で見てなくなる。そうそう、福島美人めちゃめちゃ多いよ。男もイケメンだし、本当に本当に美人多い。びっくりするよ。そうですか。いや本当に本当に。いや、白川とかはイケメン多いと思う。白川ってアメカジ系が多いっていうか。はい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 。おお、アイテムありがとう、福ちゃん。郡山はなんかそんないないっすよね。深夜の和道さんかっこいい。ビッチ映してとか言えない。映っていいよ、全然。チラッて。ハートプレゼントありがとう。向こうの方は栄えてないんでしょ、反対側は。うん、何もないです。こっち側だよね。うん、飲み屋ばっかですけどね。無駄に広いだけだよ。性感マッサージ行ってないです。整体です、僕が行ったのは。いや、東北全体が美人が多いんだって、やっぱり。うん、でも東北って言ったら結構バカにされる。そう。あ、すごい綺麗に映るんですね。そうだね、パソコン配信だと画質はいいね、うん、人少ないね。土曜日だけでしょ、人めっちゃ多いの、この土曜日だけど、うん、12時ぐらい過ぎるとみんなさーっていなくなる。東京の方が楽しい。ね、東京にいたことあんの？ないです、遊びに
しょっちゅうは行きますけど。あ、そうなんだ。どの辺で遊ぶの？東京は。前回は六本木。ああ。西麻布とか。結構いいとこで遊んでるね。そうなんですか。小名浜美人が多い。へえ。小名浜沖脇？地名は分かんないけど。光くん寝てるよ。家で。ご視聴ありがとう。ステッカー買いますよ。本当にありがとうございます。ヒカル君の買ってないですよね。マジで。なんかでも近いからすぐリアクション。家まで行ったことあります。ありがとうございます。あ、家まで行ったことあるの。そう。ありがとうございます。はい、いっす。初めてもらいます。あざっす。布製のステッカーなんですか。多分ね、硬いところに貼らないとすぐ剥がれちゃうかも。鏡に貼ろうかな。鏡、あ、いいかも、いいかも。うん。俺もかっこいい。僕もかっこいいです、だって。あの、スパーリング一緒にいつもやっていただいてる。ゆうゆうってわかる？ニコ生の名前です。わかんない。どこで練習してるんですか？え？どこで練習してるんですか？六本木。六本木の公園でスパーリングやってる。初見さんいらっしゃい。今福島の郡山います。日本全国旅してます。リアトツ1万人の旅をします。フォローお願いします。字が読めない。はよ帰れやだって。誰に誰に言ってるの。あ、じゃあ光くんの家も知ってるんだ。知ってます、知ってます。なんか枕欲しいって言われて。枕？枕を買ってあげたの？いや、引っ越したばっかで余ってるからあげるって言って。ドライブします。いいの？いいですよ。じゃあ案内してもらおうかな。案内っていうほどの、うん、そうだよね、駅前しかないもんね。あ、海星山とか。何海星山？花見。花見？お花見。あ、質問いいですか？だってどうぞ。のんちゃん案内でさらに大丈夫、私も彼氏がいるから。しししししし。でものんちゃん心配するからいいよ、大丈夫。あ、この子がそう？そう。ああ、あの彼女なんだ。あ、ごめんなさい。いや、全然全然全然気にしないでください。青山行くよ。日本全国回るんで。夜明けのコーヒー一緒に飲まない？あ、でも誰か来るって言ってましたよね。そうそうそう、今もう10分ぐらいで来るって言うから、ちょっとここにいようかな。何で来るんですか、その人。わかんない、コメントにあったから釣りかもしんないし。
彼氏いても関係ない。彼女ついてこなかったんです。あのね、ワンちゃんと猫ちゃんがいるから。実際さ、配信ってその生で見てるのと画像で見てるの違うの、印象2人ともそうだし、違うかも。来る気配がないね。ね、来ないね。おい、ホワリンいらっしゃい。どこに来るとか、いや特に決まってないっすね。もうリスナーさんに案内してもらったり車出してもらったりしたりしながら、何もノープランで考えて満喫とか泊まったり、うん、寂しいよ。やっぱ寂しい、うん、心配だしね。あ、心配。どのぐらい付き合ってるんですか。半年ぐらいかな。心配するか。まあするよね。彼女と、あ、彼氏は長いの？もう3年。3年長いね。ふつさんのクラウンが見たいって。危ない。福島だよ、郡山。うん、おー、ゆうゆういらっしゃい。風船ありがとう。彼女付き合ってる。別れてないよ。全然別れてない。彼女さんいくつ。47。かわいいね。かわいい。3年ならそうね、マンネリの時期だね。なんかうまくいってないの。いや、全然普通です。なんか安定って感じ。ああ何もないって感じ。まあ束縛も何もしないんで楽です。なるほど。おはよう、神楽さん。3年付き合ったらね、夫婦みたいなもんだよ。一緒住んじゃってるんで。いや、あれ、ワドウさんいくつなんですか。俺31。で、彼女が47。そう、今年8。今年8、今年7かな。で、俺が今年32になるから15個上。わお。お母さんとタメなんだけど。お母さんと同い年なんだ。年8、1個下かな。1個下、そっか。とちちゃんに、そうね、厳しい。
この辺治安悪いの、この時間。いや、絡まれたりする？しないです。大丈夫？いや、むしろ、うん、え、治安悪いのかな。ヤンキーとか絡んでこない？絡んできたとしても仕方しちゃうから。いやいや、配信で俺回してたのだよ、向こうの方で。あ、それはない。海星山は人いないから。あ、海星山の話じゃない。あ、違う、この辺？この辺、この辺。あ、それはないと思いますよ。大丈夫？うん。てか、来ないね。来ない。トツ来ますか？トツ来んのかな？仮想？何が仮想なの？でも配信外でやり取りしてるんでしょ、彼女と。もちろんもちろん、そりゃそうでしょ、うん、そりゃそうでしょ、彼女なんだから。ねえ、ドライブどうしよう。ねえ、どうしましょう。もうちょい待つ。寒い、うん、いや全然大丈夫、大丈夫ですよ。今日寒いよね。ちょっと寒いよね。東京とあんま変わんない、うん、言うほど。うん、ヒカルくん家で寝てるよ。ヒカルくんお仕事なんじゃない。うん、シダハマ。あ、動物園ありがとう。ユームさんありがとう。今郡山にいます。こんな時間にリアトツがねあるなんてありがたいよ本当に。もう一人どうしたんだろうね。10分経ってるよね、もう余裕で。うん、釣りかな。釣りっぽいよね。海星山近いの、こっから。近いです、10分ぐらい。10分ぐらい。夜でも全然ライトある。ライトはどうだろう。真っ暗、うん、旅人になるのが夢だったんです、僕の子供の頃からの。こっからヒカルくんちめっちゃ遠いですね。いや、歩いてよ。よく歩きましたね。20分ぐらいだったよ。20分ぐらいだったよね、歩いて。うん、世界一周。あ、世界、日本終わったら世界行こうと思ってて。あ、そうなんだ。そう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 、すげえね。生放送しながら、わあ、バックパッカー。でも海星山さ、夜多分配信映らないからいいよ、今日。ありがとう。うん、結婚してからのんちゃんも連れて行きたいなと思ってる、受験を見て。うんうんうん。うん、来ないかな、釣りかな。世界も行くよ。もともとだからその固定のところにとどまらないでノマドワーカーって言うんだけど、そのいろんなところ旅しながら稼ぐのが夢だったの。海星山以外に何も浮かばないんだよな、富山。そう。ああ、そうなんだ。あとどこって感じ。あ、富山じゃない、郡山か。あ、ゆいこさん、どうもどうも。うん、稲なしろ台。なんて呼ぶんだろう。稲わしろ。稲わしろ。稲わしろ行くの。真っ暗だよ、それすら。あと帰るだけですか。いや、どうしようかなと思って。帰るなら送ってきますけど。マジで送ってもらおうかな。うん、向こうの方ともうお店やってないよね、あっち。うん、あっち、そうね、居酒屋とカラオケと、うん、そんぐらいかな。うん、そことか。そこか、カラオケ。そこは、そこカラオケできた。あ、カラオケあんじゃなかったっけ。
カラオケパッチン、これ居酒屋か。そこのビル新しくなってから入ってないんですよね。あ、そうなんだ。おもちゃ屋っていうのは行かないか。今回はね、あの彼女はあのワンちゃんと猫ちゃんがいるから、カラオケ行く？カラオケ配信やる？明日仕事？私ですか？うん、仕事だけど、まあ、5時ぐらいに帰れば、5時半とか。朝の。うん。お弁当作んなきゃなんない。あ、そこそこ。カラオケ配信やる？ヒカルくんの時もカラオケだった。あ、そう。私とつ行って。ほぉ。だカラオケ行くか。車どうしよう。どうしよっかな、ドコモがいいかな。そこやってんのかな、私そこ行ったことないんだよ。やってんじゃないの、看板ついてるから。あ、ビッグエコーか。うん、車、あそこに止めようかな。うん、一緒に乗っていきますよ。あ、じゃあ乗ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。